はい、どうもこちら DIY ドラクの鉄でございます。というわけで本日のお宿、この道後温泉本館のすぐ近く。お、イメージと違う。結構お安い宿だったんですが、こちらでございます。入ってますよ、ホテルパティオ道後。よけれよくれよ。あー、これ一休みして、それからは温泉にでも入りに行きます。はい、こんばんは、 DIY ドラク鉄 in 道後温泉でございます。ホテルにせっかくあったんで、こんな感じの温泉仕様になってみましたが、寒いというわけで温泉に行きます。この格好あれだね、もうちょっと暖かい季節用ですな。この真冬にこうやって来るもんじゃ、着るもんじゃない。寒い。おお、道後のビール、これ惹かれますね。でもこれ風呂上がりだな。はい、坊ちゃん広場。お、あ、なんかある、なんかある。これですね、坊ちゃんの登場人物ですね。この間読んだばっかですけど、結構面白かったです。お、これは何でしょう。キットカットと道後温泉、キット桜咲く。これ大切だね、キット桜咲く。領域にもなんかこれやってやろうかな。はい、久々道後温泉にやってまいりました。これ前来たのってゴールデンウィークだったんでしたっけ。もう朝も晩も大混雑で入りませんでしたが、今日は入れそうです。これまで日本全国温泉が70カ所ぐらいまで数えたんですけど、いっぱい入ってるんですけども、やっぱり私はやっぱりこの道後温泉が一番好きですね。温泉もそうなんですけど、この建物とかその湯船の雰囲気で、この周りのね、あのお店、商店街とか、これ全部ひっくるめてやっぱり一番肌に合うんでしょうね。はい、というわけでお風呂入ってきます。しっかり温まってきましたが、やっぱ外でと寒いな。でもせっかくなんだね、このね、商店街の方もプラプラ歩きたいと思うんで、まあ、ちょっと手短に歩いていきます。さっきまで結構人がいたんですけど、ちょっと人出が減りましたね。ちなみに子供とかみさんが16タルト大好きなんで、ここ先ほどお土産はがっつり買いました。この商店街のいいなと思うのが、昔からそんなに変わらないことですよね。すごい、なんか歩いてて安心感があります。この商店街は本当、あのちっちゃい頃から親戚のおじさんとかとこう歩いたりした思い出があるんですけども、なんかやっぱいいですね、とても落ち着きます。だから日本中のこの商店街の中で一番馴染みがあるとこじゃないですかね。個人的にはね、このね、坊ちゃん団子もなかなかおすすめです。結構甘いですけどね、お茶にめっちゃ合います。なんか気のせいか、年々ラーメン関連のお土産が増えてる気がしないでもないですね。はい、思わず買ってしまいました。これね、今のね、このお店ね、手作りで一本一本バラ売りで買えるんで、これもとても美味しい、うん、よし、じゃあちょっと体も冷えてきたんで、そろそろ戻りますか。はい、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 
というわけでごちそうさまでした。うまいビールでした。じゃあというわけで本日はそろそろ寝ます。眠くなってきました。はい、どうもありがとうございました。はい、おはようございます。 DIY ドラクの鉄ございます。2日目ですけどね、あいにくの雨です。で、今回の旅のテーマで個人的パワースポットの旅と申しましたが、個人的なパワースポットとしてはもうここもトップクラスの神社でございます。何がパワースポットかって、小さい頃、この付近に祖父がおりまして、今も亡くなっちゃったんですけども、何かっつうとここの神社に来てたんですよ。前の古い動画とかでも何回かちょろちょろ登場してるんで、もうご存知の方も多いかと思いますが、ちなみに小さい頃来たんで名前も知りません。後でちょっと調べてみますけども、この神社の名前すら知らないんだけども、ここ本当はね、もっとね、周りね、真っ暗でなんていうの、林ばっかだったんですけど、今はもう来るたんびに眺めが良くなっちゃってます。なんかでかい道路もできちゃって、時代の流れですね。このね、神社の雰囲気がまたここいいんですよ。なんか自分の中のこの神社って、この神社がやっぱりこう基準になるんですよね。なんかいろんな絵があるんだけど、わかんないんだよな。見えるかな？本当機会あればね、ここの神社の歴史とか調べてみたいんですけども。ここな、昔上がろうとして怒られたな、じいちゃんにな。今日あいにくの雨でちょっと寒くて手がかじかんでるんですけども、かえってなんかいい雰囲気です。ここな、懐かしいな。昔ここでいとこの子たちとどんぐり集めたり、かけっこしたり、かくれんぼしたり、ジグモト捕まえたり、いろいろやりましたけども、いいですね。ここはパワーをくれます。本当にパワーをくれます。今週に1回とかこうね、散歩がてら神社に行ったりするのって、結局なんかそういう、別に親がそういう神道とかそういうのなくて強制されたこともないんですけども、やっぱりこの神社が自分の中のベースになってるんですよね。ここは外せない。私の大切な大切なパワースポットです。よし、じゃあ次行こう。はい、再び DIY 独の鉄でございます。動画だとね、映ってないんで、なんかわけがわかんないかもしれませんが、用事をすべて終了いたしました。そしてラストがここだ。この景色なんかよくわかんないかもしれないですけども、ちょっとこんもりとした丘なんですけども、ここが私の最後のパワースポットです。思い出の場所とも言う。本当にここは昔もう亡くなった親戚のおじさんと来たところで、その時に言われた言葉が今でも私の心の中に刻みつけられておりまして、忘れられないワンシーンとなってるわけで、ここに来るたびにその言葉を思い出します。それがこの場所なんですよね。個人的なパワースポットはナンバーワンなんですけども、パワースポットっていうよりも気合を入れ直す場所でもあります。ここに来るといつもよし頑張ろうっていう、なんだろうね、その亡くなったおじさんとかいろんなご先祖様のパワーをガッと受けられる場所でもありまして、ここに来て自分の中のこうエネルギーを再チャージできる場所でもあります。これからも定期的にここに来ると思います。というわけで今回の目的は全て果たしました。コンプリート。あとはホテル帰って朝飯食います。それから風呂入って帰りますから、というわけでありがとうございました。よいしょよいしょよいしょ。はい、というわけで改めましておはようございます。 DIY ドラクの鉄でございます。今回ね、このなんかパティオ道後というホテルに泊まってみました。いつもだったらこの道後だと、エコ道後とかこう、ゲストハウスに泊まってたんですけども、同じ場所ばっか泊まっても芸がないっていうことで、今回こう選んでみました。選んだ理由はですね、
エクスペディアで調べたら一番上に来たので、で結構安くて、素泊まりで5000円ぐらい、5000円ちょいかな、安くて、あ、写真で見て、あ、綺麗だな、これでこのデザインだったらいいね、行ってみようと思って泊まってみたんですけども、とてもいいホテルでした。ビジネスホテルになるのかな、ですが、朝の朝食が1階のお店、お寿司屋さん、寿司丸ってところがありまして、そちらの朝食付きを今回チョイスしてみたんですが、美味しかった。で、晩ご飯とかはまあ周りで食べれるんですけども、この道後温泉って意外と朝ごはん食べる場所が少ないので、非常に今回助かりました。でね、温泉に関しては、お風呂は別にかなり大浴場が確かないのかな、ですけども、本当に目の前が道後温泉の本館なので、もうタオル引っ掛けてすぐ入りに行けるんで、立地としては最高のホテルじゃなかろうかと思います。ビールも飲んですぐ寝れますしね。で、お部屋も綺麗 でロビーとかも全部綺麗で、とても満足できるホテルでございました。ただ今回ちょっと泊まってみて思ったんですけども、一人旅はやっぱりゲストハウスの方がいいですね。若干寂しい快適だったんだけど、ちょっと夜なんかちょっと寂しいかなと思いました。やっぱ一人旅の方はこうゲストハウスでね、いろんな地域の人とかいろんな国の人となんかこう話してるのが楽しいかなと。というわけで、よし、じゃあ目的も果たして、パワースポット巡りもやって、そろそろ帰ります。お昼過ぎの飛行機なので、そろそろ出る時間で、雨がまだちょっと降りそうなんで、まあ自転車は道後の温泉のところに返して電車で帰りましょう。というわけで、ありがとうございました。はい、無事自転車も返却いたしました。さて、こっから路面電車で松山市駅にでも出ますかね。よし、行きましょう。いや、楽しかった、ありがとう道後、また来ます。こっからね、空港直で行けるんですけど、それちょっと面白くないので、こっから松山市の中心部に出てみます。うわ、めっちゃ来た、やっぱいいな、かわいいな、はい、良かったんですけどもね、今風がビュービュー吹いております。というわけで皆さん、2日間お付き合い誠にありがとうございました。あれですね、昨日の朝バスで着いて、やっぱバスは朝から行動できる時間が長いので、結構ボリュームのある旅ができました。今回の旅で初めて使ったんですけども、松山のレンタルサイクル、とても便利です。1日300円、2日間で600円、非常に本当文字通り最高の足になってくれました。で、やっぱり高速バスはいいですね。これ今回ちょっと帰り飛行機になるんですけども、3連休があったら行きも帰りも1回バスでやってみるかなとちょっと思っております。新宿からだったら本当日本全国いろんなところに行けるんでね、青森とかも行ってみたいな。まあそんなこんなで、この後ちょっとなんかもうちょっとなんか食って成田空港に帰ります。そこからまた大変なんだけどね。よし、じゃあ行きますか。ここら辺で締めたいと思います。どうもありがとうございました。